新しい研究テーマが必要ね。お楽しみくださいね。元に戻す方法、本当にないのかしら。ラビとファビだっけ。魔族にしてはまだ幼いのに気の毒な。ここがあの悪名高いエルファバがいたところなんだって。3で投げるのよ。3。あの子たちは。ラビ、なんと犠牲の石像が。お主もなかなかやりますな。ソヒ、さすがはソヒ様の仲間だ。どうなったんですか、エルファバは。エルファバは倒したよ。お前たちは石になってた。これ見て、私たちのことを犠牲の石像だって。なるほど、だから犠牲の石像だなんて言われて。そしてみんなが諦めてたお前たちを元に戻したのがあんたとガーディアンなんだね。本当ですか。ありがとう。あんたたちならどうにかしてくれるって信じてた。ありがとうございます。皆さんが助けてくれるなんて信じられ いえ、ずっと信じてました。礼なんていらないわ。友達として当然でしょ。あれあれ、あんたの口から友達なんて言葉が聞けるなんて思っても見なかったんだけど。僕らが石になっている間に本当にいろいろとあったみたいですね。今度はお前たちに友達としての義務を果たしてもらうわ。義務ですか。別に大したことじゃないわ。ここにサインしなさい。友達契約書？なんだよもう、こんなのまで用意してさ。こんな風に友達になるなんて初めてです。よし、これで私たちは友達よ。ここに小さい文字で何か書いてありますよ。気にすることないわ、些細なことだから。友達として観察及び実験をはじめとし、いかなる場合も誠実に素非の要求に応じること。契約期間は60年間とし、別途申し出のない限り自動延長される。サインしたわね。ちょっと、友達としての初めての要求よ。私とこいつの冒険を手伝ってもらうからついてきなさい。待って、ソヒ、ソヒってば。私の出番だね。僕が行きます。やれると信じていたわ。今回の論文のテーマはこれだ。俺たちの先輩なんだって、かっこいい。よし、新しく石像を作ろう。その名も奇跡の石像。奇跡だ。ありがとうプロメテイア様。科学でも魔法でも説明できない様々な知識、オカルト部はいつでも